少額ですみません。年収2000万くらいですが、女性に相手にされません。やはり顔なのでしょうかってことなんですが、あのね、いくら持ってるかってぶっちゃけどうでもいいんですよね。その、いくら、もちろんお金は大事なんだけれども、そこから価値を生み出さないといけないんですよ。例えば同じ1万円でも、どうでもいいものを買って、じゃあ仮にです。じゃあ、100万円のプレゼントあげるとしましょう。普通は100万円のプレゼントもらったら嬉しいって思うじゃないですか。ところが、相手が全然欲しくない100万円の謎のなんかこんな、ハニワみたいな変な置物みたいな、うん、ものを、例えば100万円のすごいなんかさ、浅草とかで売って、その浅草のなんか古物商とかで売ってる、こういう謎の像みたいなのを、これ100万円なんだよってプレゼントされても、いらんねーって思いますよね。それと同じで、お金じゃないんですよ。そのお金は選択肢を増やしてくれる。ただ、何を選択するか自分で選ばなくちゃいけないから、年収が400万円しかなくても選ぶのが上手い人は思ってます。年収が2000万あろうが、1億円あろうが、10億円あろうが、その選択が下手な人ってのはモテません。港おじさんなんか一生懸命港女子を口説くために、バーキンとかケリーとか高いバッグをあげたりとかしてる人たちってやっぱりいますけど、全然刺さらないんですよ。だって翌日には大黒屋に行ってますから、そのバーキンは。はい。それ選び方が悪いんですよね。お金って使い方なんで、収入でなんかあんまり考えない方がいいかもしれないですけどね。逆にそういうので分からなくなっちゃったら、じゃあ自分が今、じゃあ収入が10分の1だったらこの子に何をしてあげられるかなってことを考えると意外といい選択肢が見えてきます。はい。お金で解決しようとしないとそこに工夫が生まれるんですよ。で、基本的には、まあ、港区女子とかを除く人たちっていうのはこの工夫にやっぱり嬉しさを感じるので、